配信始まりました。よかった。よかった。ちょっと、寝ていました。いや、割とね。今日この時間はですね、いよいよプレミアリーグもあと2試合となりました。ブライトン対マンチェスターシティを見ていこうと思います。これが終わったらすぐに6時から、アンダー20ワールドカップの日本戦もあります。ちょっとね。やばい、落ちたばかりで喉が怪しいから、お水をガンガン飲もう。まあ、今日はいつも以上にお水ガンガン飲もうと思っています。慶応部の深夜さん。そう。最加入かの可能。女性と優しい世界を作るプラン。いや、ありがとう、加入。ありがとう。おこげ、こんがりやん、マックアリスター、ベンチスタート。ちょっと待って、スタメンをね、整理しようと思います。キー4部の深夜さん、スタンパーさん、姫野さん、ささみさん、アドゥーサさん。そうだね、三笘がゴール決めてほしい。姫野さん、家系ラーメンさん、マウスさん、八神蓮さん、小谷さん。浩平さん、みすけみすけさん、家系ラーメンさん、パンダ小僧さん、MW さん、青月さん、町にわだかさん、YSO さん、ラズーさん、大岡さん、はい、ささみさん、はるさん、寒い、BS 富士じゃない、これは、アベマですね、アベマ、お米さん、ゆきみ太郎さん、ちくそうさん、おはようございます。アベマね、アベマであるよ。アベマで無料で見れます。ので、今リンク貼っとこう。もう選手が入場する頃だよね。今日なんかめっちゃ寒くないですか？今日さ、寒いよね。やばいですね。寒いですよね。寒ない？寒いよね。やばいよね、これ。寒い。寒いぞ。どうした？あと今日のスタメンを確認しようと。これね。寒い。今日配信やめとくって言ってなかった。あ、今日ね。それはね。今日配信やめとくって言ったのはですね。この試合の前にアンダー20の選手の紹介をやりたいなと思ったんだけど、まあ、それはちょっと後日にしようと思った。っていうだけです。今日はむしろしっかりやる。着替えよう。寒い。春さんもここにいる。ということで、こんにちは、MW さんもこんにちは、と、みーさんもこんにちは、しんさんもこんにちは、こんにちは。これね、急いで用意したから、これ、前の試合のままなんだ。ブライトンは、スティールと、カイセド、クロス、ギルモア、で、マックがいなくて、で、三笘がもちろんスタメンで、マッカリスター移籍確定だから使わないのかな。で、ブオナの手がスタメンかな。で、センターバックに、ダンクもいないと、
アベマ TV さんさ、ダンク対ルベンディアスとかいう感じで煽ってたのにね。コルビルとファンヘッケラね。まあもういろいろセンスをね、試そうって感じになってるかもね。で、シティの方は、ハーランド、そう。で、マフレズがスタメンか。マフレズがスタメン。で、フォーレンもスタメン。フォーレンのスタメン。うん。ニトロさんもおはよう。ピピオン、ピピオンっていう、こないだいましたね。シティのセカンドユニフォームは赤黒かな？とっとっとっと。キング風よしさん、こんにちは。11ヶ月もメンバーシップありがとう。もうそんなになる。すごい。リリア、疲れて、疲れてはいない。疲れてはいないので、マジ安心してください。たくさん寝坊したので安心してください。たくさん寝たので安心してください。じゃ、ちょっと、起き抜けのせいで喉が怪しいです。疲れてはいないです。マジ。このね、1時間前に起きようと思ったら、5分前だった。やばってなった。すやすやだった。そう。気持ちよく寝ちゃったね。中盤はベルナルド・シューバとデブライネかな。で、キュンドアンが、アンカーかな？ほう。で、ロドリがセンターバックかな？ほう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 。うん。みとも、ハッカイさんもおはりじゃん、おはりじゃん。んそう。普通にこのマッチを見れるのが嬉しいですね。ちょっと消化試合にはなっちゃったんだけど、楽しみです。始まりましたーと、もういきなり始まってしまった。マスタメを直してる最中だった。始まった。ストーンゾーンのスタメンを急いで直してる最中だった。はい。ということで始まりました。アベマで見るよ。さあ、ブライトン、まずはシティ相手に、どれぐらいボールを持てるのかなっていうのが注目ですね。今日、リコリス・リコイルが入ってますね。リコリス・リコイルじゃん。リコレイスね。通称リコリス。センターバックが、ストーンズ、ロドリー、ウォーカー、リコレースですね。ほいよ、ほい。ほい、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 こうね。まあ、だいたいこうだろう、という感じね。ヒロアエさんもおはりじゃん、ヒカリさんもこんにちは、こんにちは、こんにちは、ちょっと、寝起きで。声が怪しい。で、今、この、アベマのリンクを貼ります。アベマで無料で見れます。よし、落ち着いた、落ち着いた。一緒に、落ち着きました。落ち着きました。あー、あー、あー。嘘。
ハイウェイをかきくけこさしすせそ立ちづてと。うん。さあ、ブライトン、前半の2分、フリーキックを獲得。フリーキックです。どこまでやれるのかな。今このシティは12連勝中です。フリーキック跳ね返した。シティ、ベルナルドシーバからハーランド落として、セカンドボール拾う。強いですね、シティ。フォーデンが最終ラインに戻して、ロドリ、ダンクじゃない、ストーンズ、デブライネ。やっぱキープ力が圧倒的ですね、シティ。圧倒的だね。アンダー20も BS に入ってれば無料で見れます。ブーさん、ホーカマさん、こんにちは、こんにちは、ナグボさんもこんにちは。無料だよ。アベマ TV で無料だよ。そう。さあ、前線は2トップ気味かもしれない。シティね。まあ、シティは3バック気味で。そう。どっちもボールポゼッションが得意だからね。ブライトもシティが相手でも何が何でもボールを持ちたがりそうだけど、まずシティが持たせてくれない。ストーンズ運ぶ。シティね、またね、今日消化試合ですから、いろいろね、実験してると思う。よし、今日は、勝っても負けてもあんま関係ないから、思いっきり、Y のやりたいこと試すねってなってるね。思いっきりね、ペップさんのやりたいことを試してると思います。ハーランドシュートブロックした、なんとか、危なかったね。さあ、三笘へのスルーパスは通らず。自分で拾う。リコルイスが拾う。今日のヒデさんもこにりゃ。ベルナルシーバー左のハーフレーンから。さあ、横パス。落とし、リコルイス。ギュンドアン、アーセナルが狙ってるらしい。いや、フォーデン、細かいステップで、クロス。ハーランドヘッドを外したー。助かった。フォーデン、個人にでチャンスを作った。そしてフォーデンにみんなが気を取られてる最中に、すっとね、ハーランドがね、ポジションを引いてフリーになりましたね。いきなりビッグチャンスだったね。やっぱフォーデンもすごい。そうだね、残り2試合で、次がね、その、アストンビラとの直接対決ですから、アストンビラに8点差以上で負けるか、まあ、シティに、一点差で負けて、アストンビラに8点差で負けるとか、で、シティに5点差で負けて、アストンビラに6点差ぐらいで負けるとか、そういうことがない限りは大丈夫です。ね。ま、さすがにね、そんなね、ボロ負けが2試合続くなんてことはないと思うんですが。にゃん。
よ、そうそう、アストンビラとの直接対決だからね。リコルイス。さあ、フォーレン。やっぱシティがボール持つ時間長いね。フォーレンのスルーパス、そしてハーランド。ハーランド、なんとかファンヘケ守った。さあ、クリアかな？いや、簡単にクリアもさせてくれない。シティのプレッシャーはやっぱり強い。今、世界最強チーム。うん。ブライトン。今日ホームラストゲームですね。っていうかミニサイドは、ミニサイド、カイセドじゃないね。カイセド中盤で、クロスがやってますか？直そう。トップ下は、あ、エンシエゾだった。ここ、ウンダブじゃない。はい。まだちょっと寝起きで、怪しかった。これでいける。さあ、この三笘。三笘。お、細かいとこ、パスを通してきた。チャンスだ、ウェルベックと、ブロックされた。惜しい。若干引く。チャンスでしたね。チャンスだったね。うん、そう。寒い。マジで寒い。なぜこんな寒いのですか、今日。よ、よよよ。三笘、細かいところでも、キープ力を見せました。サブライトン、コーナーキックのチャンス。巻いてきて、ファーポスト。三笘のところ。その前にクリア。エストゥピニャンです。エストゥピニャン。さあ、クロスを入れる。ファー。クロス。ちょっとわず、コントロールを失いました。シティ、リコルイスもうまい。ロドリ、フォーレン、リコルイス。フォーレン。さあ、おしゃれに繋ごうとしてるところを奪ったウェルベックウェルベックシュートーと、いや、惜しかった、ギルモアです。ちょっとおしゃれにやりすぎたね。中さんもこんにちは。さあ、カイルウォーカー。エストゥピニャンの守備。さあ、三笘が持ち上がる。三笘とデブライネのマッチアップだ。デブライネが三笘からボールを奪った。このマッチアップすごいですね。にゃ。すごい。ロドリ。フォーレン。うん。ロドリ、フォーレン。ん、そう。お水、お水。消化試合だから余裕あるね。逆に伸び伸びした、いい試合になりそう。伸び伸びした試合になってる。両チームとも特に何もかかってません。あ、そうか、キーパーが、オルテガ。オルテガですか。あ、しまった。何を勘違いしたのか。ブライトンの方を変えようとしちゃった。オルテガ、マラドーナの後継者だね。いや、それは違うね。スタインボックスさんもハリレアです。サイバイサイバイさんもハリレア、おハリレア。ヘルッと、この人は、確か、アルゼンチン人だよね。ステファン・オルテガです。ハーランドへのロングボールはファンヘッケが阻止。カイセド、うん、繋がらない。エンシーソには繋がらない。
ウェルベック、ワントップというよりもツートップに見らね。オルテガのロングボール、ハーランド収める。ハーランド取れない、取られない。さあ、そして左から、シティだ。左からフォーレンのドリブル、そして上がってきたベルナルド・シウバ、ベルナルド・シウバ、リコルエス、デブライネからのスルーパス、もう一回ベルナルド・シウバ、うん、デブライネ左足のクロス、ギュンドアンが拾う。ドイツ人だったの？ごめん。アインさんもこんにりゃ、こんにりゃ。へぇ。データです。もちろんデータです。うん。こんなにシティが持つとは。やっぱ同じポゼッション重視でも、シティの方が圧倒的に強いですね。わかってはいたことだけど。クラブさんもこんにりゃ、こんにりゃ。ちょっと挨拶できてない人がいたら、今のうちに、よしよししますので、よろしくです。うん。挨拶されてないよっていう人がいたら、よしよしするね。お、ブライトン、キーパーへプレスをかける。惜しい。ポゼッションはただの数字ですよ。確かに、もう。ブライトン、まあ、いつものようには、パス回しさせてくれませんね。ピケが。寒い。寒い。暖房をつける。なんでこんな寒暖差が激しいの？おとといあたりは確か冷房をつけてたでしょう。アメさんもこんにりゃ。ブオナの手がちょっと痛めてますね。ブオナの手。さっき、デブライネのクロスが顔に当たった時かな。頭の横に当たったからね、相当痛く、なんか脳が揺れたかもね。うん。台風はできるけど、日本には来ないんじゃない、この時期は。15度も寒暖差があんの、やばいでしょ。そんな、これで体調、キープするの難しいね。寒暖差。三笘、ナイスプレッシャー。いや、取れない。カイル・ウォーカーと三笘。今日やっぱりウォーカーと三笘の対戦がね、楽しみだね。まだ三笘ドリブルで仕掛けるシーンはありません。さあ、カイセド。遠心と倒れてフリーキックです。この配信始まったよっていうのをツイッターで。言ってなかったんで、一回ね、言っときます。あ、間違った。やばい。やばい。寝ぼけちゃったね。さあ、ブライトはフリーキックです。あ、クロノちゃんもハリリャ。ヒリアも寝起きだ。狙ってきたーと、ステハン・オルテガの正面。この試合はアベマ TV で無料で見れるよ。さあ、ブライトン、三笘さん所属のブライトンと、王者、マンチェスターシティです。
なので、ちょっとね、ツイッターでつぶやいとこう。ブライトン対シティ、どうで主張してるよ、と。よ。三笘、さあ、カイルウォーカーを抜いた。ライン上ですか。ライン終わってたね。ようやくなんか三笘、カイルウォーカーに対して仕掛けるシーンがありました。さあ、また左サイドからエストゥピニャン。さあ、ウェルベックが拾う。ウェルベック。ターンして、三笘のシュートをブロック。結局、フリーキックを取りましたかね。もんちゃさんもおはりりゃ、おはりりゃ。今日は、マンチェスターシティ対ブライトンです。まあ、どちらも、マンチェスターシティは優勝が決まり、ブライトンはヨーロッパリーグ圏内がほぼ決まり、基本的に消化試合です。伸び伸びやってますね。ブライトンのプレスは、まあ、どっかでちょっと落とすと思います。プレスがいい感じだね。さあ、もう早い時間に点を取り切りたい。誰が蹴るのか、フリーキック。フリーキックです。フリーキックなんか蹴りたそうなの、二人、三人かな。エンシーソと、ウェルベックとエストゥピニャンかな。壁の前にちょっと、ウェルベックが狙ったクロスバー惜しい。さあ、まだ続いてる。カイセド。カイセド戻す。クロス。ファンヘッケ。縦に入れて。そう。戻して。クロス、さあ、抜け出した。デブライネ、いい位置で奪った。デブライネ、ミドル丸。ハーランド使う。ハーランド。デブライネ。打たせません。これはいい守備。さあ、逆にブライトのカウンター。セカンドもう一回拾う。ウェルベック。カイセド粘る。そして、ギルモア。エンシーソ叩いて、左のワイドに三笘もいる。フォーレン。フォーレンから、ハーランドへスルーパス、キーパーと一対一になった。ハーランドと止めたスティール。いや、一進一退ですね。一進一退の攻防。あ、みんなリツイートありがとうございます。よいしょ。さあ、ウェルベック。カイセド。三笘。三笘カットイン。シュートブロックされた。さあ、デブライネの持ち上がりを三笘がプレスに行きます。前を向かせない三笘、いい守備。ナイスディフェンスです。ふん。ちょっと、振り抜くタイミングが一瞬遅れたかな。さあ、フォーレンだ。今度はフォーレン。フォーレン、ドリブルでまたいで。マフレーズ、シュート。ブロックです。お互いほんと一進一退だね。
めっちゃ盛り上がってる。さあ、三笘。三笘、中央ドリブル上がる。三笘、スルーパス。これにエストピナエンシート。いや、カイルウォーカー早い。カイルウォーカーが早い。もう、フォーデンか三笘かって感じになってますね。フォーデン。すごい選手たちと渡り合ってるよ。フォーデンといえば、なんかこないださ、イギリスで有名なサッカー系 YouTuber の人がさ、炎上してたね。フォーデンと顔がそっくりなことで知られる。にゃ。うん。ちょっと炎上してた。でも、収まったらしい。にゃほー。リリアもちょっと参考にしてる人だったから、若干そっくりした。さあ、そのフォーデン。うん。ヘアサロンアライフさん、こんにりゃ、こんにりゃ。今日伸び伸びやってるから、硬さがなくて楽しいですね。おう、もう、自由にやってる。遠征ぞ。うん。そう、三笘とウォーカーのマッチアップをもっと見たい。ほんとそれ。うん。スティールから三笘へ。さあ、入れ替われるか三笘。いや、そんな簡単には入れ替われなかった。三笘。オルテガクリア。さあ、このボール収まるから遠征走。しかし、ストーンズ拾って、ロドリ。ロドリ。ハーランド。ハーランド、抜け出したハーランド、キーパーと1対 1! ハーランド、かわして、繋いだフォーレンフォーレン決めたー！ハーランドアシスト、フォーレン、ゴールです。いや、ブライトンもここまでよく粘ってましたが、さすがシティの先生。ゴールです。ふん。フォーレン。ナイスゴール。ハーランドがね、しっかりとね、エゴにならず、フォーレンを使いました。ということで、先生です。ゴールです。いや、オフサイドはないね。うん。綺麗に決めてしまった。うん、そう、よいしょ。このアングルが見やすい。ブライトンとなんかシティのホームは結構見やすい気がする。もう、何点取られてもいいからチャレンジしていけ。いや、たくさん取られると、EL の出場権が怪しいんだけど、引き分けだったらヨーロッパリーグ確定です。そべ、カイセロ、プレッシャーかけてく。カイセロがキーパーにプレス。と、行くと中盤が空くからちょっと危ないかもしれない。スティール、戻した。ブライトンも後ろ3バックに見。まあ、10点取られたら危ないですね。そんなには取られないと思うけど。そう。ブオナ乗って、
ブオナの点、横パスで繋ぐ、フリックした、フリックか。エステピナのクロス、ブオナの点、ボックス内でフリーだと打てない。あ、112になってる。ごめんごめんごめん。ごめん。ブオナの点は惜しい。デフライネからハーランドが後ろ、動き出す、裏を狙ってました、ハーランド。ベルナルド・シエバー。この人もポジションが自由ですね。カイル・ウォーカー、ストーンズ、ロドリー。いや、パスが上手すぎる。ギュンドワン。うまい。美しい。三笘がカットした。三笘ナイスカット。三笘ナイスカットだね、ほんと。カイセド。ブワナノって言うて10代だからね。まだまだですね。ユウチさんもこにで。ブワナノって、まだ10代。三笘。うん。三笘。さあ、プレッシャーをかける。ここに、ウェルベック、そこを外して、ロドリ。いや、ワンタッチで角度を作って、リコレース、そしてハーランド。いや、今の攻撃もいい。流行ってマルさんもハリリアン。ウォーカー、身長は実は三笘と変わんない。すごい、なんかね、体大きい印象ですけどね。さあ、右のハーフスペースで、うまくボールを奪って、もらいました、ウェルベック。いや、神々だ。やばい。神々だ。左から、エステピニャン。うん。あ、また10人になってる。1年、1年。うん、そう。遠征像、遠征像。ミドルだ。ディフレクション。あったけど、コーナーキックです。そう。この配信は、あれだ、YouTube、ABEMAで試合は見れます。配信のお供に、ゆるい実況や、語りが見たい人は一緒に見ましょう。さ、クロス、三笘押し込んだー！三笘ゴール！やったよー！あ、でも、ハンド？ええー、ハンドやだー！ハンドじゃないと思う。VR。ハンドじゃないよね、これ。胸でしょ、完全に。で、この後も、あー！どうでしょう、これ。一回目は胸だけど、ここは、いやー、ハンドかも。ハンドかな。ハンドだよ。ハンドだわ。いや、もったいなーい。三笘、なんかよくよくちょっと、ゴールに嫌われてるね、最近。うん。これはね、ハンドだけど、かわいデレハンドになっちゃって気の毒でした。うん、そう。なかなかね。これはね、ハンドですね。残念ながらね。ラグビーなら得点だろう。ラグビーじゃないよ。うん、そうだね。ラグビーだったらゴールだったね。ゴールっていうかタッチダウンだったね。
にゃー、顔から言ってたらね。顔から、あ、ラグビーはトライか、タッチダウンはアメフトだったね。ゴールならず。まだまだここから、ハーランドキープ力があって、全然取れないハーランド。ディブライネ。ハーランド。うん。あそこは、まあ、倒れるシーンでしたから、やっぱりね、倒れるときって人間思わず手が出ちゃいますからね。あそこで手を出さない。ちょっと、やばい根性が持った人だけがゴールを決められる。ラグビーならノックオンか。そうか、落としてるから。いや、フォーレン。フォーレンにスペースがある。フォーレン、ドリブル左で仕掛けてく。フォーレン。さあ、何を狙ってるか。デブライネ。アウトサイドのパスからのフォーレン。そして中に、マフレズがうまい。マフレズ。カイルウォーカー。手を後ろに回してたら、ゴールです。まあ、倒れ込むときになかなか、手を後ろに回すっていうのが、とっさにできなかったかも。うん。な、胸か。リコレース、あ、なんかリコレースがフリー。ハーランドリコレースのワンツー。カイセドが、よく守ったカイセド。南さん、こんばんは。星さんもファリリャン、ファリリャン。お、起きましたか。三笘ゴールならずです。三笘収める。三笘、エストゥピニャンを使う。エストゥピニャン、左。エストゥピニャンのクロス。あ、これはチャンス、ブオナノって、決められず。これも決められずです。うん。にゃー。ルイスもちょっとクリアミスったんだけど、ブオナノって、まだこの選手もプレミアリーグにして半年も経ってない。これはね、ブライトンのホームですね。松本田中さんもこんばんは。え、そう。さあ、これシュート惜しい。ブオナノって、また惜しいシュートを見せました。カイセロ、さあ、三笘。三笘、三笘、タイミングをずらしてドリブル、ドリブルから、ブオナノって、ブオナノって、もう一回三笘、エスピナン、カイセロ、クロス。クリアされる。さあ、レブライネを、ファウルで止めてしまった。もう黒にしとこうと。っていうか、黒赤だね。日本がワールドカップでやられたやつ。うん。このなんかシティのセカンドユニフォームは AC ミランリスペクトだって聞いたんだけど、本当ですか？そう。エティハドはね、まあ、お金がありますからね。ブライトンはね、ローカルクラブだから頑張ってるよ。エティハドはお金も、得るからね。にゃん。エステピニャン。ミトマ。ミトーマ。さあ、バックパスでキーパーに下げるブライトン。スティール。スティールどうする？奥さんもファリリア、ファリリア。
喉の調子は上がってきました。まあ、喋ってると上がってきました。フォーナノってもアーチも、まあ、ミトマもフォーレンもみんな上手いです。ブライトンシュート数では勝ってますね。ブオナノって、ブオナノって、クロス、フォーレン、じゃ、フォーレンじゃない、ギルモアだった。ギルモア、ファンヘケ。アテンプトっていうのはシュート数のことだね。シュート数のことをアテンプトって言います。まあ、日本語では使わない単語だから分かりにくいよね。コルビル、運ぶ。さあ、センターバックのコルビルがプレッシャーない。運ぶ。運んで遠征走。遠征走自分で打ったー！決まったー！遠征走スーパーゴール！とんでもないのを決めました！エゴイストの遠征走！いや、これは、すごい。ゴール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 、スーパーゴール！すごすぎる。遠征走、そして、セレブレーションのダンス、めっちゃ嬉しそう！これで19歳。恐ろしい。遠征走、もう前が空いたら打つからね、この人ね。今日は、いいや、これすっご。このコースも、パーフェクトですね。最高のコースに。もうこれは誰がキーパーでも止めるの不可能でしょう。ね、これは、すごすぎる。ということで、ブライトン同点です。と、ナイスゴール。ふわったゴールでした。遠征走。そう。まあ、決めるまでにね、何回も外してきたけどね。今のは10本打って、一本決まるかどうかっていうレベルのシュートですからね。でもすごい。ああいうミドルをもっと成功率が上がってくればとんでもない選手になるね。最近のサッカーってさ、ミドルシュートが昔より減ってるらしいんですよ。なんか遠征走みたいにがむしゃらに打つ選手は貴重です。遠征走また積極的に仕掛けてきました。フリーキックを獲得。カイル・ウォーカーにカード。これは三笘にとっても仕掛けやすくなるでしょう。うん。いや、ベルナルド・シューバーにカードかな。パッと見、ウォーカーにもらったかなって見えたけど、ベルナルド・シューバーです。どっち勝ってる？ 1-1 です。スコアにハイフンがなかった。あれ？ほんとだ。これ、1対1です。残り2試合で今、王者マンチェスターシティは12連勝中。それを止めるか、ブライトン。あ、なんかコーナーキックなってる。三笘とウォーカーは、んー、今んとこマッチアップの機会がそんなにないですかね。ブライトン今日は中央からの攻めの方が多いよ。ん、あれ、VAR でハンドのチェックをしてる。でもノーペナルティー、コーナーキックかな。あ、まあ、閉じてる手だから大丈夫かな。むしろデブライネとマッチアップしてる。ね。あと、三笘。またゴールの取り消しがありました。まあ、完全にハンドだったんで、今回はしょうがないけど、さ、これはチャンスだ、ブライトン。
あれがね、最後ね、胸で押し込んでればね。完全に手だった。グロス、ファンヘッケ。ファンヘッケ、コルビル、相手を引きつけながら繋ぐ。いやー、シティが相手でも繋いでる。偉い。遠心操。ブオナノって。もう相手がどこでやろうと、自分たちは繋ぐというこの哲学素晴らしい。今シティはね、世界最強のチームと言っても過言じゃないですからね。さあ、三笘。仕掛けていく。ここは繋いだ。一旦ブオナノって手を使う。左。三笘。左で作っていきます。ギルマ。ファンヘッケ。そしてグロス、中に絞ってる。グロス。ブオナノって、カイセド。三笘には合わず。ブオナノっても、だんだん良くなってる。若い選手だから波が激しいけども、今日はいい感じのブオナノってだね。さあ、三笘。スルーパスを狙った。ウェルベックシュート決めたー！三笘！しかし、オフサイドか。どうでしょう。さあ、VAR でチェック、オフサイドか。アシストならず。フラッグが張ってました。オフサイドです。三笘。惜しいとこまで入ってる。ブライトン今日強いよ。っていうかさ、シティといえばさ、今までなんかシティに勝ちそうなチームってさ、ロングカウンターを狙うチームばっかりだったのに、こんなになんかポゼッション型のチームでシティとやれてんのすごい。フォーレンのヘッドーっと、これはフリーだった。いや、これも決定機。うん。このスタイルでシティと五分にやってんのすごい。まあ、シティもね、優勝を決めた直後だから、ちょっと、ゆるい雰囲気はあるかなと思うんですけど。ね。すごいよ。だってもう今シーズンの、まあ、最近のシティさ、まずバイエルに3対0で勝って、リバプールに4対1で勝って、アーセナルにも4対1で勝って、で、レアルにも4対0で勝って、そんなチーム、化け物チームとね、前半、同点ですからね。すごいことですよ。まあ、後半、どうなるかまだわかんないけどさ。KT さんもこんにちは。こんにちは。んしょ。まあ、シティも、チャンピオンズリーグの準決勝とかと比べたら、もちろん今日はちょっと緩いかなって感じはします。伸び伸びしてる。マニマニピーポーさんもこんにちは。今落ちた。今めっちゃいい試合してるよ。NC 層。いやー、これすごい。すごいなぁ。マーチはね、怪我してもう今シーズン出られないって。な、三笘。まあ、残っても、三笘なんか、ここにして残る方に傾いてますよね。三笘。さあ、三笘。カイル・ウォーカーとマッチアップ。三笘。ウォーカーに仕掛けますが、
さあ、スルーパスにした。遠心層、遠心層、遠心層うまく相手を外して、クロスウェルベックフリー通し真ん中でフリーだった、ミートせず。いや、めっちゃ惜しかったね。フォーレン、後ろを呼ぶ。フォーレン。リコルイス。デブライネ。デブライネ。デブライネを自由にさせてはいけない。二人で囲んで取った。さあ、まだプレスに行く。おっと、ファウルになってしまいました。デブライネを自由にさせてはいけない。三笘トラップもすごいよ。足ゴールっていうのかな。ここで前半終了です。シェイクが販売中止。落ちてよかったね。前半終わっちゃったね。あれ、ブオナノってちょっと足を気にしてる。大丈夫かな。遠心層だった今の。あ、遠心層だ。遠心層。スーパーゴールの遠心層、ちょっと足を気にしてる。大丈夫かな。遠心層。すごいゴールだったよ。ブライトン選手交代するとしたら、ベンチ入りは、マクアリスターだね。遠心層と変わるとしたらね。イニエスタはなんか対談決定だって。M さんもこんにりゃん。こんにりゃん。残念ながらイニエスタは対談です。なんかスポッティービーナウでレジェンドマッチっていうのをやるんだわね。そう、あ、この後ね、アンダー20のワールドカップもありますので、よろしゅうお願いします。6時から、アンダー20のワールドカップも枠を変えてみますので、よろしくお願いします。 M ホーリーさんもこんにちは。カイモレさんもこんにちは。あ、馬娘ね。三笘、プレミアリーグの左、ウィングでランキングつけたら、4位ぐらいでは？にゃ。楽天はね、株価がね、めっちゃ下がってるみたい。そういえば、裏の試合どうなってますか？ユナイテッドとチェルシーはどうなってますか？ 1位は、難しいな。1位。そう言われると難しい。左のウィングで1位。印象度では三笘さんかなり上位なんだよね。左、グリーリッシュは、もうちょいな感じするし、フンミンかな？ラッシュフォードかな？フォーレンも出てない時間があったし。にゃ。あれ、ユナイテッド明日だったの。勘違いしてました。勘違いしてました。勘違いしてました。じゃあ今日コッパイタリアか。コッパイタリアはどうかなってますか？チャンピオンズリーグの決勝で、シティと対戦する。インテルが決勝に残っています。
天然リリア、かわいい。ありがとう。寝ぼけてた。寝ぼけてた。インテルが勝ってる。じゃあさ、U20 で日本と同じ組のセネガルとイスラエルの試合はどうなりました？U20 で日本と同じ組の試合。にゃ。コパはインテルが2-1でリード。インテル。お、さすがに。チャンピオンズリーグのファイナリストのインテルと、カンファレンスリーグのファイナリストのフィオレンティーナの対戦となっていますね。あ、セネガルは引き分けたんだ。なるほど。イスラエルも結構強いのかな。あ、でも、今、まだ試合中で、3時から始まった試合だから、5時に終わる感じなのかな。いや、このエンシエスのミドルはほんとすごい。エンシエスはこれからどんどん、すごい選手になっていきそう。将来はビッグクラブでプレーかな。みんなさ、エンシエスがさ、移籍するとしたら、まあ、将来、数年後、移籍するとしたら、どこに行くと思いますか？今、トップ下を置くクラブってあんまないからね。U20 のイタリア代表のユニが日本代表と似てた？ U20 の、最近イタリア代表ね、ユニフォームがね、アディダスになったんだよね。テテヒョンさん、終わりで、もっこり渋滞長さん、おはようございます。最近イタリア代表が、ユニフォームアディダスになってめっちゃ違和感。リバプール来たらいいかな。確かにリバプール来たらいいね。ラリーガに行きそう。ラリーガか。三笘さんどうだった？ま、ゴール決めたかなと思ったらハンドしてたシーンと、アシストしたかなって思ったらオフサイドだったシーンがありました。ま、惜しいシーンは2回ありましたね。エンシーズは一番トップ下が合いそうですね。今の10代はワールドカップに出てるの見たことない。リリアもイタリアがワールドカップで出るの見たことない。全然見たことないわ。三笘メーター、これね、できてから三笘さんゴール決めてないんだよね。な。メーターね。アシストは一回だけやったけど、三笘もね、点取りそうな、まあ、チャンスはある。ブライトンも今日かなりチャンス作れてるからね、勝ち越しも十分あり得ます。まあ、来シーズンは廃止でしょうね。ハーランドとチェルシーの得点数が同じ、マジで？そんなことが。5月31日より毎週2試合配信するらしい。ふぎゃー。来シーズン三笘15点取ったらもう、プレミアを代表するウィンガーですね。この後U20も配信します。ちょっとそこの、にゃ、テンションを上げよう。徐々にリリアもギアを上げていくよ。今日はね、エナドリ用意してこなかったからね。
エナドリが足りてない。これ見て。どれだ。並べ替え。はい、これ。これね。この後、6時からやります。まあ、この試合が終わって、ドタバタした感じで次の試合になっちゃうと思うんだけど、よろしくお願いします。朝の5時ですよ、5時。今日はたくさん寝たんだけど、布団かけずに寝ちゃったから寒いよ。寒さでね、体が温まらなかった。あ、靴下も履いてないから履こうっと。よいしょ。フライトは勝てますか？いや、今日は勝てそう。今日勝てそう。もう互角の勝負になってる。シティも、ちょっと優勝を決めて、ややリラックスした雰囲気があるから、ちょっと、ゆるい。シティがちょっとゆるい。なので、純粋にチャレンジャーとして試合を楽しんでるブライトン。なんかいけそう。あとシティはね、いろいろ実験してると思う、シティ。実験。ちょっとね。ロドリをセンターバックで使ったりとか、まあ、リコレイスを使ったりとか、ちょっと試し試しやっています。あと今日ね、A 代表の発表もあるので、そこね、午後14時から、それもね、見て楽しもうと思ってます。マー君さん、おはよう。1時間寝坊スパチャットありがとう。よいしょ。スーパーチャット、ありがとう。マー君、さん。マー君ありがとう。マー君さんありがとう。マー君、マー君、マー君、ありがとうございます。そう、アジアカップじゃないよ。アジアカップじゃなくてワールドカップだよ。まあ、A 代表はアジアカップに向けてって感じになりますね。まあ、アジアカップもまだ先なんだけどね。半年以上先なんだけどね。まあ、A 代表は、古橋と南野と大迫あたりが呼ばれるかなっていうのが焦点になってきそう。そう。なんか前はね、ワールドユースって言ったらしい。いや、本当はね、6月7月にね、アジアカップもやる予定だったんですが、なんかね、開催が延期になりました。あとサイドバックも、誰が定着していくのかなっていうのも見どころですね。まあ、タキは、最近モナコで試合出るようになってるし、選ばれてほしい。さあ、この試合、ブライトンポゼッション 40%、シュート11本、シティは、ポゼッション60、シュート6本。珍しく、まあ、シティ相手ですから、ポゼッション負けてますけども、シュート数では倍打ってますね、大体。枠内シュートはブライトンが5本、シティが2本。まあ、三笘の、あのシュートも、枠内シュートにカウントされてるでしょう。清志和也さん、おはりりゃ。うん。NC とセーラームーンなの？
違うの？にゃ。ビルバオさん、コンディリア。セーラームーンなのかな？違うのかな？でもセーラームーンあんな動きしてないと思うよ。ジョジアニメに詳しいギリアからしたら、セーラームーンはあんな動きしないと思う。ピースの方かな？ダンスの方じゃなくて。さあ、後半が間もなく始まります。あ、ちょっと待って、テレビを温めとこう。テレビを温めとかないと、6時になったら、今日は、アマーくんさんも、またスーパーチャットありがとう。A 代表メンバー発表は仕事中、アンダーネージは通勤中。まあ、みんなそうですよね、本来はね。うん。そう。セーラームーンは女子アニメだよ。ドゥル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 。あと今日の枠なんですが、6時からね、アンダートゥエンティが始まるので、いつもよりもちょっとだけ早めに終わると思います。アディショナルタイムが短めだと助かるんだけど、あんまなんか、アディショナルタイム長い試合は勘弁してほしい。うちのテレビね、寒いと、なんかなかなかね、画面が映んないんだ。だからね、温める必要があるんですよ、テレビ。やばいよね。うん。さあ、後半、間もなく開始。はい、キックオフです。みなほ。あ、ひかりさんも、ありがとうございます。配信お疲れ様です。終わってからだと忙しそうなので、今のうちに、ありがとう！ありがとう。うん。よいしょ、お水飲みます。そういえば、ブオノノっても、アンダートゥエンティに候補だったんだけど、クラブがやっぱ配信じゃなくて招集拒否したらしいね。ブオノノっては出さんってなったらしいです。あとは、チェルシーの、チクエメカとかも、ダサンってなったらしいです。さあ、今度は左サイドから仕掛けていくベルナルド・シーバー。小回りが効くドリブル。ガルナチョかも。ポンカンさんもハリディアン。やっぱアンダートゥエンティのワールドカップってさ、そういうのがあるんだね。ベストメンバーは呼べないか。ちなみに、アンダートゥエンティのアルゼンチンの監督は、みんなおなじみのマスチェラーノさんです。マスチェラーノ監督やってますね。リバプールでもレジェンドです。バルサにもいました。さあ、左サイドからデブライネ。奪った。さあ、カットして、ウェルベック。うん。ツンツンさん、終わりりゃ、ありがたい。久しぶりにしてくれてありがとう。さあ、この、キュンドアン、左。松木もね、ウーデゴンみたいなゴラッソだったね。キュンドアン。中盤の並びがいつもよりも攻撃重視ですね。シティね。フォーデン、デブライネ。まあ、キュンドアン、ロドリ。ベルナルド・シルバー、ボレーっと、あと、フォーレンと、ベルナルド・シルバーは、どっちがどっちかよくわかんない位置に立ってます。ハーランドのボレー、迫力ありましたね。ハーランド、まだこの試合はゴールなし。
ハーランドはもう試合を楽しんでるね。いや、あのボレーは難しいからね。そう。と、ステファン・オルテガからのロングボール。ユンドアンじゃ、スティールからスティールだ。ユンドアン、スルーパスを通して、危ない危ない危ない、ベルナルド・シーバークロス、危ない。いや、ヒヤッとしたんじゃない。さあ、三笘もカイル・ウォーカーに止められました。さあ、まだ続く、マフレーズ、デブライネ。もう一回デブライネ。今度は三笘が奪った。しかし、こぼれ球がハーランド。ギュンドアンのシュート枠の左。危ない。ゴール前での混戦。最後はギュンドアン。いや、危ない。コーナーか。コーナーキックです。あれ、ペップ監督、ポカリスエット飲んでませんか、今日。いるかい、いるかい、ここにいるかい。ポカリスエットかな、この日本のジャパンの大正製薬が作ってるやつ、いいじゃないかと。後ろからシュート、キーパーの正面。あ、コールパルバーが呼ばれましたね。そう。徳島ボルティスト、親善試合組もうかなって。なんかさ、J リーグでも、シティとかと、親善試合組めるのって、ほんとね、上流階級のクラブだけだよね。格差を感じるよね。三笘。おっと、ここはちょっとエスピナにパスが繋がりません。アンダー20もスタメン出た。そうそう。ベルディも昔はやってたから早く J1 に上がりたいぜ。フォーレンとコール・パルマーの交代ですね。コール・パルマー。コール・パルマーが今、呼ばれて出場しましたね。ブライト・マッカリスターも準備してます。そして、エヴァン・ファーガソンも準備してるかな。これね、交代ですね、この矢印は。交代。選手交代の時にそれ使ってね。そう、そんな感じ。ファーガソンとマッカーリスター。今、サイレントダジャレ誰も気づいてないな。よし、よし、よし。誰も気づいてなかったな。オッケーです。オッケーです。マッカーリスターと、ギルモアの交代かな。より攻撃的な布陣になったね。マッカーリスター、ボランチで、エンシーソは、エンシーソが、ファーガソンと変わって、ファーガソンワントップ気味かな。いや、気づいてないから、もう言わない、もう言わない。もう二度は言いません。嘘。ストーンズ、そしてステファン・オルテガからのロングボール。ストーンズ。つなぐ。よいしょ。この、エストピナン。気温が下がったか、モンフィールドレベル、かまってちゃんじゃないよ。マッカーリスター、マッカーリスター。さあ、このハーランドの突進は止める。しかし、左に振る。縦の勢いもある。コールパルマー。コールパルマー。シュートだと弾いた。三笘。エストピナン。いやー、苦しんでますね。なかなかボールを、ブライトン前に運べなくなってきました。
さすがのシティです。ここタイミングをずらしてパルマ打ってきました。コールが呼ばれたってことか。そうそう、みんな、うん、そう、エヴァン・ファーガソン。さあ、三笘も呼んで、三笘をおとりにしてのエストゥピニャンの裏抜け。そうそう、そうやって解説されると辛いね。そう、やっぱ辛えわ。デブライネ、カイル・ウォーカー、ファーガソンのプレッシャー。お、このプレッシャーはいいと思ったんだけど、普通に繋いでるし、紙一重のとこで繋ぎますね。ロドリ、うまいからな。みんなうまくて判断力も早いからな。うまくて判断が早いですよね。いやー、そこの左のハーフスペース、ベルナルド・シーバー。そしてベルナルド・シーバーボックス内で倒れますが、ファウルはなし。うん、またね、レアル・マドリード戦とは違うパスの繋ぎ方をしてる。スペースに次々と人が出てくるパスの繋ぎ方をしてます。なあ、早乗らない日は暑い。さあ、三笘、中央で持って、そっからのスルーパスだ。どうだ、追いつけるか。ちょっと厳しい。さあ、ここでシュートは、狙えたけど、クロス打てない。さあ、三笘の落としからの、ファーガソン。ファーガソン、まだこぼれてる。ファーガソン、シュートや、惜しい。ファーガソン、こぼれ球を強烈なシュート、オルテガが止めました。強烈。ここはグロスがプレッシャーを頑張って、このシュート。さあ、コーナー。オルテガ止めてる。三笘もうまいフリックだったね。コナー。さあ、ファーポストに三笘。こぼれてる。シュート。エストゥピニャン。カイセド、もう一回三笘。さあ、三笘。仕掛ける三笘。しかし三人来ますね。三笘のドリブルは警戒されてる。シティ三人。クロス。さあ、三笘へ。ボールはどうだ、三笘ボレーと合わず。ミートせず、あったけどミートせず。難しいボレーだった。これ決めてたら神だった、もう、惜しい。シティ、ここでデブライネを下げるようです。フリアン・アルバレスと交代です。あれ、アルバレスがベンチにいなかった。あれれ。よいしょ、よいしょ。まあ、今日エデルソンは出ないだろうから。エデルソンはアルバレスと変えとこう。三笘。ファーガソン。と、急いで変えちゃおう。はい。さあ、今度は左からの攻撃。シティですね。左サイドからパルマのドリブル。グロスとマッチアップ。こんな感じだね。シンプルな442かな。
まあ、シティのシステムって合ってないような感じだけどね。最近なんか出たら大体点決めてますよね、アルバレスも。アルバレスも、すごいよね。ハーランドの影に隠れがちだけど、アルバレスもワールドカップ優勝してるし、すごい。にゃ。不穏なのって。さあ、これは繋ぎたい。ファーガソン。ファーガソン、マフレズがボールを奪った。マフレズ。マフレズ。ゴリゴリキープ、フリアン・アルバレス。アルバレスもなんか体大きくなった?パルマ、レンタルで、どこ行くの?ギュンドアンもなんか、アーセナルが狙ってるという噂を聞いたんですが、ギュンドアン、最近のアーセナルは、シティから引き抜きまくって強くしていく作戦だね。ジェズースとジンチェンコに続き、今度はギュンドアンを狙ってるらしい。カイルウォーカー、ミドルか、シュート左でした。うん、ファーガソンとマッカーリスター出てます。こねこねこね。さあ、このメンバーでのブライトンも残り2試合。まあ、シティも残り2試合です。あと1試合と30分になってきました。リアドー君が隠れちゃった。ごめん。マフレズ。マフレズ、ユンドワン。さあ、三笘、取った。そして、ファーガソン。エンシーソか。エンシーソと変わったんだ。マックだ。ここに、ファーガソンか、ファーガソン。粘る。粘って、ウェルベックボール取れるから。ウェルベック取った。アルバレスからボール取って、三笘。後ろ、マックアリスターのミドル、ブロック。まだ続いてる。今度はカイセロ。カイセロ狙った。まだ続いてる。マックアリスター。マックアリスター。なっと。ニコルイズ。ここはグロスのドリブルを止めました。うん。出場機会は求めてどっかに行くのは決まってるんだ。なるほど。プレミアのなんか、注意クラブかな?そう。シュートの大合奏。いや、ブライトン勝ち越しのチャンスあるよ。さあ、平井さんの裏。ちょっとスペースがある。ここにコール・パルマーです。パルマー、左をドリブルからクロス。クリアです。ブライトン、直通戦めっちゃ勝ってる?なんか、デュエル勝率はそんなに悪くない気がする。空中戦は、わかんない、ちょっと。さあ、三笘も、カイル・ウォーカーにプレッシャー。エヴァン・ファーガソンもプレッシャー。しかし、ジュンドワンが降りてきて、キーパーをサポート。ベルナルド・シューバ、ジュンドワン、キキさんもおはりじゃん。そう、イングランドではシュートコールはあるけど、J リーグだとあんまりシュートコールみたいなのないかもね。ベルナルド・シューバ、ベルナルド・シューバと、ギュンドアンのブランチ。この二人はどこに動くのかわかんないよ。
フリアン・アルバレスも割と中盤のサイドとかに開いててどこに動いてんのかわかんないね。さあ、今度はさ、センターバックが入れ替わって前に出てきました。これはパスが繋がり、あらず。今日はセンターバックのロドリー。いや、後ろが流動的で、プレスに行ってもなかなか捕まえられないね。ストーンズとロドリー、ボランチもできるセンターバックですからね、今日。今日は、ボランチとセンターバックが入れ替わりながら攻めを、ビルドアップしようっていう感じのシティだね。小松さん、おはりで、松田秀樹さんもおはよう。選手が流動的。もうなんか前線の選手だけじゃなくて、後ろも流動的になってきたよ、今のサッカー。マクアリスターです。ブルーム会長ですね。エスティピニャンのクロス。さあ、三笘シュートブロック。どうし。トラップがもうちょっと、足元に来てれば、なあ、惜しい。優勝はもう決まってます。ヘディングでもよかったかもね。三笘またビッグチャンス。なあ。さあ、コーナー。ここは三笘ショートコーナーを狙ってますかね。しかし普通に入れる。ニアでスラした。どうだ。セカンドブオナ乗って。ブオナ乗って。エストピニャン。ピニャーン。おにゃ。ピニャン。後ろに下げました、フィニャン。マッカーリスターです。マッカーリスター。反撃に戻した。後ろでゆっくり回してるね。なあ、ゆっくりだね、ほんと。ルオーナ乗って。ルオーナ乗って戻して。さあ、三笘。前を向かせてはくれない。あ、これはいいプレッシャーで奪ったシティ。ハーランドへロングボール。ハーランド胸トラップシュート！っと枠の目に。いや、これがストライカーのプレーですね。これがストライカー。オーマイ。これを、こういうのも日本の選手に期待したいよね。フリアン・アルバレス。アルバレス。今度はマフレス。マフレス。アルバレス左足でシュート。アルバレスも強引に打ってきました。ああ、なんか、わちゃわちゃしてる。わちゃわちゃしてる。倒れた選手に足が引っかかって、ウェルベックわちゃわちゃしてる。ブオナ乗っても、お、競り負けてない。さあ、三笘だ。三笘。さあ、ウォーカーがカバーリング早い。三笘とウォーカー。三笘とウォーカーいや、抜けない。硬い。プレミアリーグでトップクラスのサイドバックラック。抜けない。もう一回三笘。さあ、三笘仕掛ける。いや、ここも抜けない。カイル・ウォーカー、強い。強いね。さすがウォーカーですね。いやー。んなに止められるとは。プレミアリーグでトップクラスのサイドバックは簡単には抜けない。
確かに。大顔抜いてみろ、ほんとに。硬い、硬い。三笘が真のワールドクラスになるには、ああいうウォーカーとかワンビサカとかを抜けるようにならないといけない。コルビル、縦パスをつけて、さあ三笘、真ん中で受けて、あ、これはうまいですね。あーっと、ちょっとずれましたね。さあ三笘、その後の守備もよく追ってる。ファウルにはなったけど、良いプレスバックでした。よいしょ。ウォーカー抜ける人さ、逆にいましたっけ？ユンドアン。三笘、いい守備だったね。ウォーカー、ビニシウス求めてたし、誰に抜かれてるイメージがほとんどない。本当ね。さあ、今度は、ウォーカーにプレスに行く三笘。一回抜かれても早いからすぐ追いついちゃうんですよね。あれはやばいですよね。サンマクシマンぐらいか、スピードが、パワーがある選手だからね。さあ、今、プレミアリーグでトップクラスの左ウィングはサンマクシマンってこと。あんま最近試合に出てないんだけど、スタメンで出てないよ、サンマクシマン最近。もったいないよ、あんなにすごい人がね。そう、パルマ。パルマ、ギュンドアン。さ、パルマが裏を狙ってる動き。パルマ。戻して。三笘もまだ元気は有り余ってそう。ウェルベック。ウェルベック、リコレイス。あ、これはうまいターンだ。うまいな、体の使い方がうまい、リコレイス。あれで失わないのうまい。ブライトンファウルになってしまいました。まあ、冨安もね、ウォーカーのレベルには全然届いてないと思う。チャチャチャッサもコンディリア、コンディリア。冨安もね、怪我しなければね。今、伸びしろの時期に怪我しちゃってるのは痛いな。ニコレイスも、10代だよね。やばいよね、これ。にゃ。さあ、フリーキックです。あっと、ハーランドには合わない。三笘、クリア。ブワナ乗って、三笘。そんな狭いところで繋ごうとしてる。そう。ファーガソンとウェルベック、ツートップが、シティにプレッシャーをかける。さあ、後ろからマックアリスター。マカリサがハイセド、ワンヘッケンも出てきて、チャレンジしてく。大丈夫かな？今、コルウィルがハーランド一人で見てますね。ブライトンハイプレスに出てきています。めちゃめちゃプレスに行ってる。しかし、シティはそう簡単に失いません。リコレイス Z 世代じゃん。Z 世代って言ったら23歳かな。ニリアもアルファ世代です。コルビル。アルファ世代。Z 世代の次だからね。もうカイセドが
相手のセンターバックまでプレスに行きますね。返せろ。いやー、こんなにしつこく追ってもなかなか取れない。逆にこれはね、プレスに行った後だから、中盤のスペースが気になるね。三笘、カットした。三笘カットしてここ粘りたい。粘りたい。しかしシティ強い。シティ。チャンピオンのシティに今日はでもよくやってる。三笘、戻って守備。フリアン・アルバレス、シュート。その前に審判が止めてたかな。ワクさんもファリリアです。んそう。15分だね。残りね。うん。ガラケーはね、もうあんまり知らないよ。え？携帯電話って言ったら、こういう板みたいなやつでしょ？何そのガラケーとか全然知らないんですけど。何ですか？ここで、選手交代です。フェルトマンと、フェルトマンとブオナノッテの交代です。グロスが2列目になるのかな？そしてウェルベックと、ウンダブの交代です。うんだぶ、うんだぶ。何気に最近点取ってるからね。ガラケーが電話ってわかるんだね。え。なんかね、昔のアニメとかで使ってたからね。うん。昔のアニメとかでは結構使ってますよね。ハイテクだ、ハイテクだ。マカリスさん。うん。さあ、三笘仕掛けて。さあ、どうだ、ここで打てるか。いや、クロス。もう一回クロス。ウンダブ、打ってもよかった。三笘からウンダブ。なんかね、ウンダブそこはエゴを出してよかった。さあ、これは、ハンドかな？え、ハンドは取ってない。後ろからシュート！おー、エストゥピニャン！それは打つんかーい！ファーガソン。そして後ろから、エストゥピニャン。いや、これ結構惜しかったね。これが入ってればまたスーパーゴール。さあ、三笘の仕掛け！いやー、合わない。VTR が流れてる間に、なんか三笘、今、カイルウォーカーを突破してなかった？カイルウォーカーを、今突破してなかった。ちょっともう一回今のリプレイが見たい。初めて突破したんじゃない？ね、VTR の切り替わりのシーンでよく見えなかったよ。うん。もう一回見せてー。映ってないとこで突破すな。ね。もう一回見たい。そう。ギュンドアンのファウルです。ふんふんふん。さあ、この右のワイド。ファンヘッケ。ファンヘッケ。スティール。ティール。そういえば、久保もね、すごいゴラッソを決めたね。あ
あれはすごかったね。ロッペンみたいって言われててましたね。本当に、三笘も、負けてらんないですね。このコールパルマ、フェルトマンがつく。フェルトマンが右サイドバックにしたから守備は安定しそう。パルマの仕掛け、ハーランドと言ってたらフェルトマンのところからやられて、ハーランドでした。フラグ即回収してしまった。またゴール記録を更新しました。これで、37。アーリング・ハーランド。またしても新記録を更新。やばすぎ。2対1です。いやー、うまくプルアウェイしてたのかな。後ろにキュキュキュって消える動きをして、マークを外してた。しかし、VAR?VAR? ポッシブルファウル。ファウルの可能性があったらしい。あれ、ここで、ユニフォーム引っ張ってる。から。こうやって、これで、ニアに行ってたのね。あ、ファウルだ。37ゴール目はならず、ちょっと寂しそう。あれでフォワード倒れても PK 取ってくれないけど、オフェンス側はファウルだって、テイセさん言ってますね。まあ確かに、オフェンスの方が厳しいイメージはありますね。実際は、そんなことはないんだろうけど、割となんかサッカーって、雰囲気でファウル取ったりしたりしますから。あ、カイセロ、フリーだ。フリーで持ち上がる。そしてミニサイドを使う。クロス、三笘ヘッド、惜しい。やー、これも決定機でした。マジで決めたい。そろそろ決めよう。入らないね、ほんとね。最近なんかね、呪われてるのかっていうぐらい入らない。セルヒオ・ゴメスが出番ですかね。惜しい、惜しいのはもう何回も作ってる。マジで決めてほしい。一点決めれば、ちょっと気持ちが楽になって、また、ね、やりやすくなってくると思いますから。まあ、今シーズン終わりだけどね、そろそろ。明るさから、ウンダブトラップが大きくなってしまった。レフェンディアスが、そうだ、いないから。エアバトルでは結構いいかも。ロドリとストーンズは、この人たち中盤とかサイドバックもやってますからね。セルヒオ・ゴメスです。ストーンズちょっと大丈夫かな？プレスかかってるの、長めのパスをちゃんと連続で通してチャンスに持ってくの、すごい。嘘。いや、ほんと。三笘ね。あと、ペップに、グアルディオラ監督にイエローカードです。
三笘で、ほんとね、うまくボックス内でもらう機会が今日多いんですよ。さっきのシーン。まあ、引っ張ってたかな。ユニフォーム引っ張るのが露骨だったね。あれで取り消すはひどいんじゃないって言ってたらカードですかね。もうちょっと触る程度だったらね。ユニフォームが伸びるぐらい引っ張ってたら取られちゃうかもね。ベルナルド・シューバーとストーンズがここで交代です。誰と変わった？誰と変わった？セルヒオ・ゴメスと、セルヒオ・ゴメスと、ホールド夕方さん、おはりりゃ、おはりりゃ。ふにゃ。ひよいよいよい。セルヒオ・ゴメス、センターバックがいなくなったね。こないだ、センターバック4人っていうのやってたかと思ったらさ、今度はゼロセンターバックですね。ペップさん、いろいろ試したがり屋ですね。三笘プレスに行く。マーフレーズ、チープ力がある。取られない。マーフレーズからのパスは、これは、誰も合いません。セルヒオ・ラモス、セルヒオ・ゴメスは、ゴメスは、この人サイドバックだから、こうかな。さあ、右サイドにリコルイス、左に、セルヒオ・ゴメスかな。サイドバックもあんまりいないんだよね、シティに。こうだ。カイル・ウォーカーがセンターバック、ミンサイドバック、リコレイス、左がセルヒオ・ゴメスだね。ありがとう。さあ、右から、マフレーズの仕掛ける。マフレーズ。エストピナが止めました。ラオサムさん、おはりりゃ、おはりりゃ。盛り上がっていこう。残り10分。あ、5分だ。盛り上がっていくぞ。リエンドアン、スルーパス。カットしました、エストピニャン。ウンダブからのスルーパスは通らず。ウンダブも悪くない狙いだった。ブライトン結構この時間だけど動けてますね。これはファウルです。マッカリスター倒れました。トールさん、ファリリア、同点。このまま行くと、ブライトン、シティの連勝を止めます。シティの連勝を止めます。マッカーリスター。コルビル。コルビル叩いて。さあどうかな？裏抜けは許さない。あとロングボールを奪い切れるかな？エストピニャン！エストピニャン！ピニャン！シティはね、おしゃれですよね。シティはおしゃれっていうか頭脳的というか。まあ、なんかあんまラフなタックルはしない。ブライトン、ヨーロッパリーグはもうほぼ決まりだよ。出場決まりだよ。引き分けなら確定ですね。
まあ、もし敗れても、次、アストンビラに8点差ぐらいで負けなければ大丈夫。さあ、左サイドから。おっと、強引に入れ替わろうというとこ、ファウルは、出ます。フェルトマンにカードかな。フェルトマンも怪我から復帰しました。あと水飲みます。お水。ありゃりゃ。さあ、残り2分。どっちが勝つんでしょうか。クロス入れたヘッド！ハーランド、強い。ハーランド強いね。穴詰まり気味だったからちょっと、お水を飲んで、調子を上げないとね。ブライトン。髪をほどくと覚醒する。やってますね。なんか最近、終盤になると髪をほどくんだよね。遠心外ボール乗って、ちょっと笑顔だね。やっぱ手応えを感じてるかな。シティと、いい感じにやれたなって手応えは感じたかも。ハーランド。特にエンシーソはスーパーゴールを決めたし気分いいでしょうね。三笘。もうこのシティ相手にこんだけやれてるってのはすごいんですが、決めてほしいよね。もうほんとね、マンチェスターシティ今世界最強だからね。チャンピオンズリーグこそまだ優勝はしてないですけども。さあ、スペースがある。エスピナン。うまく抜け出して、三つ前のスルーパス。あ、弱い。弱い。さあ、三つ前。お、またボールがいい感じに流れてきた。あっと、後ろから倒されたけど、ファウルなし。いや、ハーランド強い。戦車かな。な。うん。ハーランド倒れました。投影。アディショナルタイムは4分です。リコレイス。リコレイス。下げて。ショスキー下げて、この、オルテガか、オルテガ。ギュンドワン。ギュンドワンじっくりとボールを持つ。ギュンドワン、またオルテガです。ハーランド、フィジカル強すぎだよ。さあ、もう引き分けでもいいかなって感じになってますかね。シティ、無理をしません。後ろでじっくり回して、お、と思ったら急にギアを上げて、スピードを上げてきた。マフレズ、マフレズと三笘。あ、カルバン・フェリップスが入ったんだね。そうか、そうか。左、パーマー。こんな感じなんだ。さあ、このセルヒオ・ロメスのクロス。ゴールライン割りました。セルヒオ・ゴメスです。アンダー20も今、君が代が流れてるあたりだね。ブライトン、まあ、シティとね、引き分けてんのすごいよね。さあ、今日、引き分ければ、ヨーロッパリーグ出場は決定。ワンチャン、ワンチャン。
ね、シティがね、今気になってるのは、まあ、消化試合が3試合続くじゃないですか。だから、今まで負けられない勝負をずっとしてきたから、ちょっとその気の張ってた分、一気に緩んじゃって、その緩んだ感じのまま、さあ、三笘のドリブル!さあ、スペースがある。これはスルーパスか。どうだ、このクロス!うんだぶ!ファーガソンのクロス!そしてもう一回三笘の前に来てほしい。マクアリスター。三笘右のハーフレーンにいます。さあ、ここからどうする?仕掛けるか?仕掛けられない。戻して、三笘。この位置だと何をやればいいかちょっと不明瞭なんですよね。マクアリスター。ここで試合終了です。1対1、ブライトン、マンチェスターシティの12連勝をストップです。ブライトンはヨーロッパリーグ出場決定。まあ、シティも、連勝は止まったけど、いろいろ貯めてて、まあまあって感じなのかな。遠征がめっちゃ喜んでる。引き分けです。さあ今、君が代が流れてるね、アンダートゥエンティの方。君が代は、千代に、やちよに、ささえ、よいしょ。と、ちょっと、歌ってる。余裕、時間がない。枠移動します。まあ、試合はね、簡単に総括します。まあ、シティは、やっぱ優勝が決まってて、いろいろ試した飯で、緩んでましたね。シティはね、今までずっと負けられない試合の連続だったから、これでちょっと気が緩んじゃって、この感じで FA カップの決勝とかチャンピオンズリーグの決勝とかに行かないかはちょっと心配です。うん。ね、三笘はほんとね、決定機が3回はあったから、マジでどれかは決めてほしかったな。ね。ほんとね、1本決まれば、全然違う評価になってたし、違う未来が待ってたと思うので、ほんと、お願いします。最終節ゴールを決めてほしい。です。にゃ。っていうとこで、そんな感じ。ちょっとね、シティはね、まあさすがに、FA カップの決勝では全然違うチームになってくると思うけどね。決定力、シュート練習すれば上がるのかな。ということで、お釣りでやる人はお釣りで、枠移動します。枠移動。枠、リンク貼ります。次の枠にね、みんなを強制移動させるからね。嘘。ちょっと待って。待て。レイド機能使います。みんなを強制移動させちゃいます。それでは、お釣りでやる人。スパチャ読みも次の枠でやります。どう。よいしょ。強制移動。ありがとうございました。待ってれば飛ぶのかな?飛ばないかもしれない。な。編集。カスタマイズ。ギダイレクト。はい。これ、いけるはずです。それでは皆さん、一旦、お疲れ様です。移動、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。PS 富士か、スカパーです。アンダートゥエンティのワールドカップ。またねー。3分、あと3分。やばい。急がないと。